リーさんこと森山さんにですね、ゲスト講師としてラジオパーソナリティの魅力を大いに語っていただきたいと思います。で、お越しになっている、皆さん、拍手ありがとうございます。そうすると、まずは拍手ですねお越しいただきましたホッシーさん、MGO さん、そして途中からですね、合流いただいた方がいましたら、いつでもコメントとか、あと話せるようだったらマイクをつけて話していただいても構いません。皆さんからのコメントも、どしどしお待ちしています。では、モーリーさん、お待たせしました。早速ですね、はい、今日の解説、ラジオパーソナリティの魅力についてお話しいただけますでしょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは改めまして、森山義明と申します。普段は吉野 IT グラムの代表をしてまして、本丸ラジオのプロデューサー兼副代表兼、本丸ラジライブのメインパーソナリティ30分番組なんですけど、そちらのパーソナリティをさせていただいています。あと、株式会社双葉企画っていう、まあ、週刊少年マガジンの製本を作っている会社なんですけど、取引先が水木プロダクション、ゲゲゲの鬼太郎とか、あと手塚プロダクション、手塚治虫さんとか、まあ、そういったところが取引先の出版社になるんですけど、そちらのウェブマーケティングの顧問になりまして、で、あと、まあ、所属コミュニティとしては、超リファラル会議と、他、52件ほどコミュニティを立ち上げて、今、コミュニティの運営を52件しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて聞くとすごい数。で、まずですね、インターネットラジオって何っていうところからお話しすると、まあ、まず本丸ラジオとはっていうことで、総アクセス数2500万アクセスで、直近のアクセスが年間で638万アクセスありまして、リスナーが151万人以上いてます。国内最大級のインターネットラジオです。で、まあ、ここでですね、せっかくなんで、ここでですね、まあ、皆さんにちょっとお聞きできたらと思うんですけど、まあ、まず僕はなぜ、ラジオのパーソナリティになったのかと。いうことなんですけど、まあ、これ2つ理由がありまして、まあ、1つ目がとある有名人がメインパーソナリティをしていたと。で、もう1つがとある有名人がゲスト出演したところ、丸々のオファーが来たということなんですけど、まずとある有名人がメインパーソナリティをしていたっていうところから、まずちょっと、一度ちょっとまあ皆さんに聞いてみたいなと思ったんですけど、本丸ラジオでどんな人がメインパーソナリティをしてたと思いますかっていうのを皆さんに聞いてみたいんですけど、まあ、田中さんにもこれは聞きたいなと思うんですけど、どんな人がパーソナリティしてたと思います？やっぱりこう、やっぱりこうっていうだけあるから、例えばこう、テレビ出たことがあるとか、まあ、売れっ子の、まあ、ベストセラーの本を書いたことがあるだとか、そんな感じの分かりやすい有名人ですね。いい線ついてますね。他の皆さんいかがでしょう。コメントで答えていただけたら嬉しいんですけど、まあ、分からなかったら分からないでもいいですけど反応なし。なかなかね、ノーヒントですからね、誰やろうそこを勘で言うわけですよ。想像力を働かせてこの人じゃねえみたいな。もう答えいっちゃいます？いきましょうか。ここはじゃあ、はい、答えを教えてください。はい。なんとですね、まあ、左下の女性の方が、宮本真由美さんって言いまして、なんと日本一の納税額を誇る斉藤ひとりさんっていう超有名な経営者がいてるんですけど、銀座マルカンの社長で、まあ、一応知らない人のために一応解説しておくと、出している本は全てベストセラーになっていまして、昔で言うとこの稲森和夫さんとか本田宗一郎さんとか、あとはまあ松下幸之助さんとかっていうぐらい結構有名な社長です。でその弟子で宮本真由美さんっていう方が実は本丸ラジオでパーソナリティをやってたと。僕はまあその宮本真由美さん、斉藤ひとりさんの弟子と同じ土俵で戦えるのは非常にありがたいと思って、まあそれで飛び込んだんですけど、まあ一つのきっかけがまあこれで、で、もう一つの、まあ、もう一つとして、実はですね、ラジオって結構ね、メディア、他の
特にテレビのメディアとかと結構近いんですけど、橋下徹さん、まあ、大阪の元都知事ですけど、行列のできる相談、法律、ね、行列のできるっていう、ね、法律相談所っていう番組で出てたと思うんですけど、この橋下徹さんがもともと出てきたのは、お友達が、まあ、ラジオのゲスト出演する予定だったんですけど、どうしてもスケジュール合わなくて、友達の代わりに代打で出てくれってなって、橋下さんが出たんですね。で、橋本さんがゲスト出演したところ、屋敷隆人さんが面白いってなって、隆人のそこまで行っていいんかいっていう、あの有名な番組とかの出演につながったと。という話を、たまたまですね、ちょっと別の、僕がコンサル師、占い師の方から聞いたんですけど、まあ、その2つの理由があって、パーソナリティを始めたと。で、まあ、それで自分の番組を持ったんですけど、まあ、ここでちょっとまた、ちょっとまあ、ちょっとね、今日の反応見てると、田中さんに一応聞いてみたいですけど、自分の番組を持つとどうなるのかっていうところなんですけど、例えば、本丸ラジオっていうラジオ番組を持ったとしたら、僕は持ったんですけど、持ったことでどうなったと思います？そうですね、まあ、それは、こう、配信できるメディア、いや、ラジオパーソナリティですって名乗れるようになりますよね、まずは。まずはなりますね。はい、そうですね。で、やっぱりこう、わざわざラジオ局、番組まで持つってことは、こう、言いたいことというか、発信したいことがあったんじゃないかと思うんですけど、はい。それをまあ、言えるような、こう、場所、まあ、発信基地も持ってたわけですから、もう遠慮なくバンバン語りまくってたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。ここはですね、結構ね、僕もびっくりしたんですけど、なんとですね、まず自分の番組を持ったことで、WBA フェザー級1位の大沢博重選手、まあ、プロボクサーなんですけど、WBA フェザー級で1位で世界チャンピオンに最も近いと言われてるんですけど、なんとこのプロボクサーに出会えたんですよ、ゲスト出演を口実に。で、まあ、うちの番組に、はい、出てくれませんかって、そういったことですよね。その話をしたら、出てくれた。しかも、まあ、本丸ラジオがきっかけで、ビジネスパートになった方も結構いてまして、新たな出会いを作れたと。やっぱりね、大きかったこととして、まあ、この大沢選手が来ていただいたときに、30分の公開収録の後に、まあ、60分の、まあ、セミナーとかするんですけど、まあ、すごいトークショーみたいなことでやっていただいて、そこで日本チャンピオンと世界チャンピオンの違いはって話になったんですね。で、ここでちょっと田中さんにまた聞いてみたいですけど、日本チャンピオンと世界チャンピオンの違いって何だと思います？違い。日本チャンピオンと世界チャンピオンの違い。まあ、それは、世界チャンピオンの方がその格上、まあ、肩書きというか、その、格上だと思うんですけど、はい、そうだね。もうそれこそじゃあパワーなりスピードなりがやっぱこうもう一段違う、はい、まあ大人と子供は言い過ぎかもしれないけど、でも電気が全然違う。もう車の馬力がなんかこう2段階くらい違う。それくらいのなんかもう基礎的なところが何もかもこう段違いなんじゃないかなとか、そんなふうに思います。ありがとうございます。ボクシング素人なのでうまく言えないんですけど。ありがとうございます。結構いい線ついてるんですけど、まあ、日本チャンピオンと世界チャンピオンの違いって、世界チャンピオンってこれは誰にも負けないっていう武器があるんですよ。伝家の宝刀みたいな。それがワンツーのジャブとか右ストレートとか左ストレートみたいな感じなんですけど、例えばそれを聞いたときに、はい、僕はメジャーリーガーで大谷翔平選手を思い出したんですよ。大谷翔平選手二刀流じゃないですか。今現役のプロ野球選手で二刀流でやってる人っていなくないですか。聞いたことないです。ベーブ・ルース以来じゃないですか。超有名な。ああ、そう。そう。ベーブ・ルース以来って言われてる。そういえばそうでした。そう。ベーブ・ルース以来って言われてます。はい、で、よくよく考えると、イチロー選手の振り子打法とか、野茂英雄選手のトルネード投法とか、そういう、まあ、誰にも負けないような武器があるわけです。
ね、ああいうトルネード投法なんか、外人初めて見て打てないじゃないですか。どっから飛んでくるか分からないみたいな。っていう感じで、まあそういう誰にも負けるような武器を持ってるかどうかっていうことなんですね。なるほどなって思ったんですけど。器具までね、ストンってこう入ってこない。こういう風なラジオ番組とかやってたら、こういうね、裏話が聞けるんですよ、意外と。そこもまた面白い。これ魅力ですね。なるほど。ここは魅力です。あれ、ホッシーさんからのコメントも今、ちょっと拾わせていただくと、はい、まあ、ウェブラジオと地上波って別物だと思ってたんですが、そこまで大きな差はなくなりつつあるのかもですね。そんなことですね。おっしゃるとおり。で、まあ、ここでちょっと軽く解説すると、基本的に、まあ、要はネットラジオだろうが、FM ラジオだろうが、まあ、ネットラジオと FM ラジオの大きな違いって、FM ラジオって基本的に、2、3週間、2、3週間ぐらいで、しかも時間枠が10時から11時とか決まってるんですよ。で、時間枠を買うようなイメージなんですね。でも、本丸ラジオはアーカイブとして残るんですよ。24時間聞き放題なんですよ。そこが大きな違いではあります。で、収録の、ね、場所とか別に、まあ、こっちは今の載せてるところとか、まあ、この次お見せする、ここの、まあ、劇場型のスタジオなんですよ。うちの本丸ラジオって。この劇場型のスタジオは、本丸ラジオの中では全国でここしかないんですよ。大阪の難波のスタジオしか。他は劇場のスタジオないんで。ここだけ。一個だけ。普通はガラス張りのスタジオなんで。別にネットラジオだろうが、FM ラジオだろうが、機材は一緒ですから、別に。機材は一緒なんで。だからそこは、まあ結構ね、まあこの辺はね、やっぱりね、その世界に入らない、わからないですよ、やっぱり。僕も入ってわかったんで、ああ、一緒やんと思ったんですけど。そこはわからなくてもしゃあないと思うんですけど、実際に。まあ、入ってみたらわからないんで、そこは。でも意外と入ってみたら、ああ、一緒やし、しかもインターネットラジオの方が、まあ、いつでも聞けるからいいんですよね。本丸ラジオアーカイブとして残りますんで。24時間いつでも聞き放題。すぐ出しましょう。まあ、行動で、さっきのその、ラジオの、あ、ごめんなさい、ラジオじゃない、ボクサーのチャンピオンの話と、あと、難波の、難波じゃない、大阪のそのスタジオが劇場型になってて、そこが特徴っていうような話とか、その続きのところからお願いします。はい。だから、ラジオのメディアの魅力からでしょ。ラジオのメディアの魅力から。多分どの辺で落ちてましその辺から。た？ラジオメディアの魅力からですよね。そこからで合ってると思いますあ、よ。ですよね。ながらで、いや、スライドそのまましてる。ラジオメディアの魅力ながらで聞けるで、ラジコでユーザー数が1000万人ぐらいいってるって話をしましたよね、さっき。そこからでしたっけ？じゃなかった、そこまで言ってた気がする。その前に落ちてました。多分その手前あたりで落ちてるような気がします。あ、気そがのし手ます。前。気がしでしたら、まあ、ラジオメディアの魅力。MGO さんも今のラジコの下りのところは聞いてないそうなので、多あ、分聞いてない。あ、その時には落ちてたんですね、じゃ聞こえてなかったと思います。あ。あ、その時は落ちてそうたんでです、そうです。す。あ、OK です。じゃラジオメディアの魅力からお話しすると、まあ、ながらで聞けるっていうところでして。で、そのラジコが今、まあ、ユーザー数が1000万人ぐらいまで行ってると。で、インターネットラジオが今結構伸びてきてます、実は。で、僕もそのと、なんかね、インターネットラジオってなんか、そんなに伸びてるのとかでもあると思うんですけど、実際もう検証しまして。で、まあ、こちらがですね、YouTuber の方なんですけど、まあ、本丸ラジオ掲載前、YouTube、まあ、ラジオ、YouTuber から本丸ラジオのメインパーソナリティになられたんですけど、本丸ラジオ掲載前は、YouTube のチャンネル登録者は3万人。一つの動画の再生数は100万回だったんですね。これが本丸ラジオで掲載されただけで、1週間で何人増えたかってことですね。で、これをちょっと皆さんに聞いてみたいなと思ったんですけど、まあ、田中さんにもこれ聞きたいなと思って、これ何人ぐらい増えたと思います？わずか1週間で。一番もびっとくもりとした。3万人だったんですよね。はい。もともと3万ぐらいだったのが、
わずか1週間でどんだけ伸びたかみたいな。1週間で 1000人くらいかな。1週間ですからね。1週間ですよ。なんか、まあ、そんな、こう、爆伸びするイメージがわからないんで、まあ、でも1週間で1000人も増えたら、そりゃ嬉しいかなと思いますけど。で、他の方はどうでしょう、まあ、勘でもいいんで、なんかコメントもししていただけるんだったら、勘でこう、何人かこう入れていただけるとありがたいですけど、反応なしですか。これもまあ、ヒントがないんで。そうですね。まあ、いや、ヒント出して、勘でいいんですよ、勘で。だいたいこれぐらいちゃうかって。でも皆さんの規模感を、まあ、聞きたいっていうのがあるんで。選択肢というよりは、勘でだいたいこれぐらいちゃうか。一週間、例えば自分で YouTube のチャンネル立ち上げて、一週間で何人集められるかとかを考えたときに、ラジオに掲載者としてどんだけ伸びるかみたいな。メディアの威力がどこまであるのかっていうことです。これ測ってみればわかんないですからね。NGO さんから100人経験になりました。100人、他には何かあります、まあ、なかったらなかったです、ね、いかがでしょう。いや、100人伸びたらそれは嬉しいと思いますね。え、いや、100人でも結構すごいと思います。賞味自力でやってたらいや、結構えげつないぐらい大変ですもん、チャンネル登録者増やすの。ファンの方いかがですか。もう答え言っちゃうか。どうでしょう。じゃあ正解は。いっちゃいましょうか。正解ですね。じゃじゃん。1週間以内でチャンネル登録者が4万7000になって1万7000人ぐらい増えたんです。で、一つの動画の再生数が100万回か107万回になりまして。で、最近1ヶ月ぐらい経過してみたら、チャンネル登録者が6万人になってたんですよ。1ヶ月で3万ぐらい増えてる。3万増えてる。やばくないですか ?1 ヶ月で3万ですよ。チャンネル登録者。無理でしょ、普通にやってたら。すごいわ、これは。ねえ。えげつないでしょ。これはびっくりしますよね、MGO さん。ねえ、えげつないでしょ、ちょっと、そうですよね。本当にそれ、なんか持ってんじゃないのって疑うじゃないですか、これ。いや、もし、僕らみたいな IT 関係の仕事をしてる人って、基本的にそれをやっちゃうと詐欺なんで捕まりますから、そんなことできないですよ。ちゃんと測ってますから、それを。計算してるんで、ちゃんと。ほんまに1週間以内でパッて見たら、そんだけ言ってたみたいな。僕、客観的に見た、これが答えだったの。びっくりしましたもん、一番。ええー、みたいな。もちろん内容とかにもよると思いますよ。内容とかにもよるとは思うんですけど、この YouTuber の方は、まあ、テーマが性教育でやってたんで、それも多分受けた要因になるんですけど、まあ、それでも だいぶ増えてますよね。3万人っていうのは。やべえ、みたいな。1ヶ月で3万、1週間だと1万7000みたいな。やばいでしょ、結構。びっくりしましたもん、見たとき。すごいやん。なんかこう、まあ、その YouTuber の方、その場にいないけど、おめでとうございますっていうのも。いや、思いません。でも、これがメディアの威力なんですけど。で、ラジオって、僕も正直、ラジオがそこまですごいとは思ってなかった、最初は。でも、やってみたら、すげえ威力があるんですよ、ラジオって。それは、まあ、テレビは映像ですからね。まあ、それは、映像とかの方が有利な時もあるかもしれない。ただ、音声配信はこれが伸びていくんですよね。ながらで聞けるっていうところがポイントで。動画配信はね、やっぱり座って見てないといけないんで、正直、動画配信よりこれからも、音声配信の方が伸びてくると僕は踏んでます。入れ替わるんちゃうかなと思ってるんで、動画配信より音声配信の方が僕は伸びてくるんじゃないかなと思ってるんですけど。でも、こんだけ忙しくなると、みんなもうテレビ見てる時間とかもないし、まあ見るとしてもね、まあ、一気に、まあね、休みの日に一気にこう、1話から最終話まで見るとかそういうパターンになってくると思うんですけど、まあそれでもやっぱり限られてますけど、ラジオだったらどこでも聞けるわけですよ。音声だけだから。そこがポイントかなっていうのは僕は感じてるんですけど。ポッドキャストとかね、まあ、アップルの提供してるラジオ番組とかもありますけど、やっぱそことかでも、やっぱ、参入してる方が非常に目立ちます。しかも芸能人とかもまあまあ入ってきてるんで、本丸ラジオもそうですけど、結構芸能人の方とかも、言うたらゲストで呼ばれたりとかしてるわけですよ。ラジオはこれから僕は来ると踏んでるんで、皆さんもね、なんかその、今何の媒体やっていいかってなった時に、例えばね、ツイッターとかだとなんか、僕はなんか落ちてきてる気がするんですよ。なんかアカウントのバンとかも食らったりとか、
してる方が多くて、フォロワー数が結構減ってきてるんですよね、今、見てると。結構ね、そういうふうにね、時代の流れっていうのもあるかと思うんですけど、今僕は音声配信が一番来てるんちゃうかなと思って、これ乗っかったら結構フィーバーしてる感じなんですけど、本当ね、ラジオのおかげで、こう、普段だったらこう、こうね、もう普通に自分のこれまでの展開をしてたら、IT の色艶みたいな仕事だけで行ってたとしたら、まあ、相手にしてくれなかった人まで相手にしてくれたんで、まあね、非常にこう、出会いの場としてはかなり有効なんで、もしね、皆さんも、なんかどういう媒体やったらいいんだろうとか、もし考えてたとしたら、音声配信おすすめですね。これはやっぱり、これからの時代かなっていう、非常に僕はそれは感じてますね。今も正味、僕もまあ、出だしはメルマガとか読んだりとか、動画とかも結構見てたりしましたけど、今なんかもう、忙しすぎてもう、ポッドキャストとか、そのね、本丸ラジオとか、そのネットラジオとかを聞くぐらいしか時間がないですもんね、正味。とかってなってくるんで。ちょっとまあ、ラジオ媒体じゃないですけど、オーディブルっていう、その音声で本の内容を読み上げますっていう、そういうサービスがあるんですよ。ああ、そんなんもあるんですね。はい。あれも、まあ、言ってみれば、本は読みたいけれど、忙しくて時間がない。だってまあ、本を読むと、まあ、手も、読んでるから手も止まるし、目だとそっち行かないといけないから、他の作業ができない。そんな人のために、オーディブルっていう、まあ、読み上げ、あ、そう、ホッシーさんのコメントにあるように、アマゾンのオーディブルとかのように、その本の内容を読み上げますっていうサービスがあるんです。それも言ってみれば、内容は同じです。自分で読むか、誰かで読み上げてもらって耳で聞くか。その違いなんですけど、ながら聞きができるか、そうでないのかっていうので、やっぱりこう使いたい、オーディブル使いたいって人はいるんじゃないかと思います。はい、そしてですね、ここですね、ちょっと皆さんにも、まあ、本丸ラジオ、まあ、ラジオの魅力とかも含みですけど、まあ、本丸ラジオにゲスト出演しませんかっていうことで、まあ、ゲスト出演ができるチャンスっていう、まあ、過去に本丸ラジオに出演したことがない方に限るんですけど、まあ、本丸ラジオってネットワークビジネスとか誹謗中傷以外なら内容は何でも OK なんですよ。結構ね、今って、YouTube とかで、YouTuber の方で、楽天をディスった方がいてるんですけど、その楽天をディスった方が、今楽天がスポンサーなんですよ、YouTube の。で、それで、はい、その動画が消されたみたいな。結構、YouTube、スポンサー権限ね。スポンサー権限。YouTube も結構、そういうスポンサーとかがついてきてるんで、テレビみたいになっちゃってるんですよ、言うたら。なってきてる。媒体がでかくなりすぎて、スポンサーとかつき出したんで、テレビ、みたいになってきて、で、本丸ラジオの大きな違いは、本丸ラジオはスポンサーつけてないんですよ。それを防ぐために。みんな自由に発信できるようにっていうことで、そもそもつけてない。そこが一番の魅力かなっていう。これは僕大きいと思ってます。結構細かい話とかすると、そういう細かいところも実は違うんですよね。だから YouTuber の女の子とかも、さっきの YouTuber の方も、本丸ラジオとかにも言ってるんですよ。結局 YouTube さんに好かれる情報とかね、まあ、要は YouTube さんに好かれるようなことをこう、考えながらこう配信していかないといけないみたいなところが出てくるんですけど、まあ、ラジオだったらね、しかも本丸ラジオだったらそういうこともないということで、まあ、非常に音声配信は、まあ、そういう意味でもおすすめかなと。で、まあ、ここでですね、最後にじゃじゃんということで、参加者様の質問にお答えしますということで、なんですけど、まあ、おまるラジオのゲスト出演とか含めて、もしよろしければというところで、なんか質問とかあれば、お聞きしますけど、コメントで質問入れていただけるとありがたいですけど、何か質問とかありますか？いかがでしょうか、皆さん。ここまでの話を聞いて。ラジオの魅力はだいぶイメージできてきたと思います。これもね、本当に、ラジオのパーソナリティとか、そのラジオ自体の媒体を理解してないと、こういう話はできないんでしょう。
これは僕もびっくりしましたね。ラジオに深く触れることによって今の話ができるようになったんですけど、すごいですよ、ラジオの力って。僕思わず本にして出版しちゃったっていう感じなんですけど。その本のスライドも出しますわ、今度。ちょっと追加しきれてないんです。また追加して。やっぱり本丸ラジオの魅力とか、まあ、ラジオの魅力を本に書いたんで、ちょっとそれもね、ちょっと次回ぐらいから紹介していけたらと思ってるんですけど。いかがでしょう、例え皆ばさん。こう、MGO さんは、ポッドキャストとかにあんまりこう馴染みがないっていうふうにコメントをいただいてましたけど、まあ、MGO さんはラジオ自体、まあ、音声配信自体、あんまり聞く習慣が今はないって感じですかね。もしその、まあ、今はそこまで聞く習慣がなければ、運転中くらい。いや、でも運転中結構あると思います。僕、今住んでるのって、まあ、地方都市、まあ、愛媛県なんですけど、地方って車社会で、で、毎日こう運転時間がそれなりにあったりする人も多いと思います。で、運転中はまあ当たり前ですけど、YouTube とか動画、動画とか見ないでしょうし。ラジオとか音声を聞くって人もいるので、案外そういった人にリスナー候補がいるんじゃないかなと思ったりします。あと、僕からもモーリーさんにちらっと質問したいんですけど、いいですか？どうぞどうぞ。ありがとうございます。コメントとかにも出れば、こう、ポッドキャストとか、ああいったアプリとかからでも配信できる、まあ、音声配信の、まあ、アプリサービスだったりとか、あの辺と、こう、本丸ラジオって、まあ、モーリーさんの考える一番大きな違いってどんなところにあると思いまたいい質問してきますね。素晴らしい。鋭いですね。ますか？そうそおっう。しゃる通り。そうですよね。どう違うんやろうって話ですよね。これがね、やっぱりね、ここもポイントなんですけど、結局これも YouTube と似てるんですけどね。要はですね、最初のリスナーとかを集めるのが、まあ、自力で集めないといけないので、まあ、時間かかりますよね。だからある程度芸能人とかだったらもう最初からリスナーがついてる可能性はありますけど、僕らみたいな、こう、一般の人とかがやり出した時って、まあ、まず聞く人を集めるところから始めるわけですよ。だからアクセスを集めるところから始まる。それは YouTube でもブログでも一緒なんですけど、ホームページでも一緒なんですけど、そこの本丸ラジオを使うと、そのアクセス集めるところをはしょれて、いきなりリスナーが151万人いてるところに、配信できるんですよ。だからチャンネル登録者数とかを集める必要がない。そこがポイントですかね、やっぱり。なるほど。はい、集めなくていいところです。そこが一番、先ほどもお話ししてた通り、例えばチャンネル登録者数を、1ヶ月以内で3万人集めてくださいって言われたとするじゃないですか。例えばですよ。言われたとして、今、ここでリスナーとかで聞いてる方とかも含めてですけど、それをできる人いますかって話ですか。いないでしょ。いてます？ないんじゃないかな。例えば1週間以内でチャンネル登録者を1万7千人増やしましょうって言われたときに、増やせなくないですか？普通に考えたら。一方で気がしますね。少なくとも僕は無理です。それは僕でさえ怪しいんですよ。1週間ってなってきた。IT のプロとしてやってますけど。それぐらい難しい。それをはしょれるわけですよ。フォーマルラジオを使うと。そこが一番大きな違いですよ。普通の配信とかと。最初からもうチャンネル登録者数とかがもう集まってる状態から始められるってことですね。フォーマルラジオは。そこが一番大きい。で、ここの価値を結構分かってない方が多いかなって僕は感じています。話してて。パーソナリティとかその開局の話とかするんですけど、皆さん、だからそのメディア、その各媒体のメディアとかの違いとかが多分分かってない。本当の意味で。
だから YouTube とか、ポッドキャストと一緒ちゃうんっていう発想になっちゃうんですよ。違うってなんですよ。それは僕もほんまラジオやって初めて分かりました。違いが。全然ちゃうと思いましたけど、やってみて。そこが、でも、ラジオの面白さってそこなんですよね。全然違うんですけど。しかも、本丸ラジオの面白いとこってそこですよね。聞いてる人が、まあ、いっぱいいてて、そのいっぱいいてる151万人の何人かが、を結構一気にこう、聞いてくれるわけです。そこ結構美味しいですけど。そこがやっぱり普通のポッドキャストとの大きな違いですね。まあ、でも確かにその自分でチャンネルを持つだけだったら、まあ、ポッドキャストでも何でもすぐに配信は、まあ、ポッドキャストでも、YouTube でも配信はできますけど、リスナーを視聴者の人たちを集める登録者数を増やしてっていうのを何もかも自力でやるっていうのは、それは大変だろうなと思いますし、そう。で、そ上れ、手にラジオを使って、さっきのユーチューバーの人がチャンネルの登録者数をこう一気に伸ばしたっていう、そういう事例があるんだったら、それは本丸ラジオの力を使った方が、自分だけでやるよりは、よっぽどまたいい結果になりそうですね。そうです。で、もう一個難しいところで言うと、だから例えば皆さんだから、どこでもいいです。別に、だから、ポッドキャストでも YouTube でもどこでもいいですけど、ランキング1位じゃあ取れますかって話なんですよ。で、取れるかってなったら結構難しいですよ。ランキング1位取るっていうのは。1位取るのは結構難しいんで。だから単にやってるじゃダメなんですよ。結局。そこがポイントですよね。さっきみたいに、僕みたいに300から400番組ある中で、週間ランキングでトップ10入ったとか、そういうことが言えたりすると大きいわけですよ。結構インパクトないですか？ランキング入ったってなったら。いやー、嬉しいでしょうね、それやっぱり。嬉しいですし、それを、そのランキングの話とかをしたときに、それを話をした後に、そのラジオ番組にゲスト出演しませんかって言ったら、大体の人がイエス、はい、出ますって言うんですよ。大体もう8割から9割の方がもう出たいって言うんですよ。そこまで聞いたら。分かってますもん。集客がどんだけ難しいかみんな分かってる。GA の方だから、これむちゃくちゃ刺さりますからね、これ。どんだけ難しいかっが痛て。いです。どんだけ難しい耳かっがて痛話。い。本当に。ゼロから、なんか会社とか一切なし。だから会社の看板を下ろした後、自分の名前でやっていこうと思ったりとか、自分の看板で勝負しようと思ったら、まず集客が超難しいです。だからこの本丸ラジオを使うと結構大きいんですよ。その肩書き使えるし。そこが非常に魅力では僕はあると思ってます。で、実際それでまあ仕事とかも依頼とかも来るようになりましたしね。で、今は本当に本丸ラジオのパーソナリティの育成とか、本丸ラジオでランキング上位に持っていくためのプロデュースとかもさせていただいたりとかもしてるんですけどね。結構ね、面白いコッのシーさんからコメントでコッシーさんから質問がいただいてるんですけど、どんな内容がめちゃめちゃ受けたとかありました？ああ、またいい質問してくれますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、素晴らしい。いい質問です。そう、テーマも大事なんですよ。で、まあ、結構やっぱり、本丸ラジオとかで聞いてると、ランキング上位に行ってるのは、やっぱりスピリチュアル系ですね。スピリチュアル。スピリチュアル系は強いですかね。ゲストさんでスピリチュアルやってる方で、発達障害で有名な吉浜つともさんって言ってるんですよ。僕知ってるんですけど、本出版しててかなり有名な方なんですけど、発達障害で。で、そちらの吉浜つともさんが出てる、本丸ラジオにゲスト出演で出てたんですよ。その回が年間でランキング1位取ってました。マジかって思いましたけど。すげえ、みたいな。すげえって話ですけど。スピリチュアルって結構、で、そのまあテーマ的にスピリチュアルとかもやってるんで、その吉浜さんが。結構スピリチュアル系は結構受けてますよ。まあこういうご時世っていうのもあるとは思うんですけどね。コロナ禍で感染してとか不安とかもあるしっていうのもあるんですけど、やっぱりスピリチュアル系がちょっと受けてるみたいですね。
他は大丈夫ですかね。まずはこう、ホッシーさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。逆にじゃあちょっと私も、まあ、もう一回質問なんですけど、どうぞ。パーソナリティやってて、はい、大変だったこと、はい、これは、まあ、ぶっちゃけ これについては 今でもしんどいんだよなとか、はい、まあ、今は平気だけど最初の頃はこれは大変だったなって思うような、そんなこう、苦労話的なものってありますか。あ、やっぱりいい質問してくれます。ありがとうございます。やります、もちろんあります。一番本丸ラジオとかもそうですけど、ラジオ番組で一番難しいことが、僕がやってる本丸ラジライブだと、まあ、大枠でいくと難しいことが2つありまして、1個目が本丸ラジオの毎回ゲストを違う人呼ばないといけないですよ。ああ、ゲストさんをね、はい。ゲスト、毎回違う人ですよ。同じ人ダメなんで、基本的に。違う人を呼んでくれ。で、同じ人を呼ぶんだったらテーマ変えてくれって話で。で、それがまず難しいのと、で、もう一つが、見学者を集めないといけないです。公開収録でやってるんで。こういう感じで今喋ってますけど、これ見学者がゼロだったらオンエアされない可能性があるんですね。見学者ゼロだと。その二つがやってみたら超難しいっていう。やっぱ波があるんで、ゲストさんによって、10人以上呼べる人もいれば、なんか本当に呼べないみたいな。で、こっちでサポートして呼ぶっていうパターンも出たりするわけですよ。そのゲストを毎回、しかもまあ、ナンバーのスタジオで収録しないといけないんで、まあ、大阪まで来てもらわないといけないってもあったりとか、だから東京から来る人とか、まあ、違う地域から来られる方って、まあ、大阪に知り合いがいないとかってなると呼べないじゃないですか、見学者。そうですね。そこが一番難しいですし、未だにそこは苦労しているところではあるんですけど。ただまあそこが逆になんかその集客の細かい研究ができると思ったっていうのもあってやってるのは確かですね。これはハードだなと思ったんで、やってみた案の定でハードだったんですけど、だから僕のこの今やってる本丸ラジライブに関しては超難しいんで、大体だからパーソナリティとかやってる方もなんか半年ぐらいで辞めてる方が多いですね、やっぱり。続けられないんですよ、そもそも。人脈で考えた時に。普通の人だったらそんな呼べないでしょ、ゲストつっても。大変だと思います。むっちゃ大変で、まあ、多分と言いますか、田中さんは自分でコミュニティとか、夢ラボコミュニティとかで、自分でこうやってて、見学者とか毎回集めてるから感覚的に分かると思うんですけど、むちゃくちゃ難しいでしょ、人集めるの。そうですね。ね、でもこう、まあ、私も、もう、主催し始めてもう6年目なので、それでまだなんとかなってますけど、はい。じゃあ、開催し始めて1年目、2年目の僕に、同じことやってって言われたら、それは大変だったろうなって思います。そう、そこが一番難しいですよね。だから結構ね、ラジオって意外とね、難しいんですけど、ただまあ、ゲストさえ呼べれば、別に要は自分が喋らんでもゲストに喋ってもらったりで、別に話が苦手でもできるんですよ。そこが大きいですね、やっぱり。ゲストに喋ってもらったり話なんで。ホッシーさんが、まあ、そういった意味ではライブハウスの動員と似てるのかもしれないですね。そうですね、結構それと近いところはありますね。しかも音声なんで余計に、動画とかじゃないんじゃないですか、音声だけですから余計に難しいんですけど、ただまあなんかその魅力が分かったりとか、なんかラジオの魅力ハマった、まあ、本丸ラジオとかでもそうですけど、ラジオの魅力にハマってる人はもうずっとやり続けてますね。やっぱ面白いから。僕もそうですけどね。たまりますよ、やってたら。いろんな人の話聞けるし。意外にもこう、会話の、その、放送の、どんなネタで放送しようっていう、その、ネタ自体はそこまで困らない。ゲストさんが来て話してくれる。そこはそうですね。まあ、ただ構成とか、そうですね。ただ構成とか流れとかテーマとか、まあ、どういう感じので30分喋るかとか、そこのシナリオみたいなところは軽くこう考えている方がやりやすいかなっていうのはありますけど。そこに関しては。
ただまあ別に今ラジオに関しては自由なんで、別に雑談とかでも別に普通にただ喋ってるだけでもいいわけですよ。まあだから目的をどこに置くかによりますけどね。なんか仕事で集客したいのか、別に普通に単純にラジオでベラベラ喋りたいだけとか、それによってまあ話の内容とかも変わってくるんで、そこはまあ話せない。僕はもうバリバリビジネスでこう、副業っていうか、まあ兼業、別の仕事をやりながら IT の要素やっていう仕事をやりながら兼業で、本丸ラジオをやって、まあ、それがもう言うたら本業みたいになっちゃったみたいな感じですけどね。幹部になってしまったんで。幹部になったんで、まあ、言うたら本業みたいになっちゃってますけど。なるほど。そこ、でもそこが結構ラジオの面白いところでもあるんですけど。僕はやっててよかったと思ってますね、正直。だいぶ成長できましたからね。パーソナリティで1年ぐらいやってるんですけど、1年過ぎたんです、やっと。初めて。1周年超えたんですけど、なんか本当になんか別次元の領域に立てたっていう感覚があるんで、むちゃくちゃ成長できましたね、1年で。芸能系の芸能人的な人たちと会えるのが結構でかいっす、やっぱり。普通じゃ出会えないんで、そこがでかいっすね、やっぱり。声優とも会いましたしね、8月10日ぐらいに。声優もゲストで呼んだんですよ。まだまだこれからのコーナーなんですけどね。平尾ゆきなさんという方なんですけど。そういった活動を、じゃあ他のところでも配信してると、周りの、こう、モーリーさんの周りにいる人たちも、モーリーさんすごいね、なんでそんな人呼べるの？なんでその人がゲストに呼べてるの？っていうふうに、まずそういったところでも注目されそうですよね。もうすでに注目されてますよ。注目されてるから、別の仕事、そう、で、注目されてるんで、いろんな仕事が取れるようになったんですよ。なるほどね。なりましたね。だから収入に関しては大幅にガン上がったんで、やって。やったことがきっかけで、収入の方もバンって上がったんですね。やってなかったら、そこまで行ってないかなって思ってるんでしょう。やっててマジでよかったと思ってます。最初はちょっと乗り切って、なんかラジオってどうやろうって思ってましたけどね、最初は。ただやってみたら、いや、意外といいなってなってる。やるまではね、なんか、いや、動画の方がいいかなって思うじゃないですか。いや、ラジオって気軽にできるんじゃないですか。話すだけでいいですもん。YouTube とかだったら動画編集しないといけないでしょ。始めるのが大変じゃないですか、やっぱり。クオリティとか求め出したら。ただだから単純にアップしてるだけじゃ日記と変わらないんで、それじゃやってる意味がないじゃないですか、YouTube とかでやったとしても。そこが大きな違いですよね、動画と。動画編集と音声編集って、やっぱ音声編集の方が楽なんですよ。やってたらわかりますけど。そこまあ、も大きいですね、やっそぱり。んな感じはします。そこ動もラ画はジオちょっのと魅大力変。ではあります。で、まあ、そろそろ締めに行きますか。時間も時間ですし。そうでした。ね。もう6時にもうなっ6て時でます。す。時間も締めていきたいんですけど、今の話を聞いてですね、まあ本丸ラジオのゲスト出演でもいいし、別に僕がやってるポッドキャストでもいいんですけど、一回ラジオ番組で、まあ要は、ポッドキャストの方だったら、メタバースのクラスターのところで今、ポッドキャストで公開収録とかやってるんで、もしメタバースのクラスター上で、とかでもいいですけど、音声、まあラジオ番組とかみたいな感じでゲストで出演したいっていう方がいれば、この LINE 公式アカウント登録いただいて、別途個別でご連絡いただくか、もしくはフレンド申請いただいて、そこからの個別のメッセージで、メッセージでもいいんですけど、どっちでもいいんで、まあ、もし興味があれば、音声配信に今日聞いてて興味持ったよという方がいれば、ぜひですね、声かけていただければ、まあ、メッセージ送っていただいたら、全然、ご連絡いただければ全然対応しますんで。一応、出れるってわけですね。出れますね、一応。ラジオ時代体験してみてもいいんちゃうかなっていう。今までと違う。おお。で、一応ね、メタバース上でこうやってやってたら、一人出たいという方が出てきて、10月2日に、ポッドキャスト、午前10時から、10月2日の午前10時から、日曜日なんですけどね、ポッドキャストでメタバース上で1回収録したいってなって、そちらの方、公開収録することになってるんで、皆さんももしよろしければ。楽しみ。ね、ラジオはね、やってた方がいいっすよ。結構簡単に始める。始めやすい。始めやすい。始めやすいだったんですけど、動画編集とか YouTube より始めやすいですね。という感じですね。
いやありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さん、今日は。いろんなお話を聞かせていただきました。これで皆さんも、ラジオの魅力とか、ラジオとかね、動画との違い、まあ、YouTube とかのそういう動画配信とかの違いっていうのがだいぶイメージできたと思うんですけど、まあ、ぜひですね、ラジオに興味を持たれた方はですね、本丸ラジライブ、まあ、カタカナで本丸ラジライブって検索いただくと、僕がやってるラジオ番組聞けますから、いろんな方呼んでますんで、もうね、1周年でやってて、24人以上呼んでますから、ゲストで。超大変ですけど、月に2回やってるんで、そう超大変。今やってみたら、ね、超大変。1年で。結構ね、ラジオのゲスト出演って言うとね、結構ね、皆さんね、やっぱり、いや、嬉しいんですけど、やっぱ身構える人は身構えるんで、ちょっとまだ今の私には早いと思いますとか言う人もいるわけですよ。いや、確かにメディアに出るっていう、ちょっと若干ね、やっぱりね、ハードルが上がっちゃうっちゃ上がっちゃうんですけど。だから意外とね、ゲスト探すの大変なんですよ。ぜひですね、皆さん、今日の話を参考に。インターネットラジオとかも聞いていただけたらなと思うんですけど、面白いですよ、やってみたら。僕はハマって未だにやってますけど、可能性しかないですよ。可能性しかなかったっていう。いやー、改めて、今日もモーリーさんからのラジオパーソナリティの魅力、まあ、ラジオの魅力、ラジオパーソナリティの魅力、話していただいてありがとうございました。ありがとうございます。こちらのですね、イベントにご一緒いただきました、ホッシーさん、MGO さん、最後までご一緒いただきありがとうございます。よかった、ありがとうございます。MGO さん、よかった。面白かったですか？ありがとうございます。ありがとうございます。こう言っていただけてよかった。ねえ、ラジオは結構奥が深いですからね。また、イベント自体はこちらで、まあ、そろそろ、締めくくりにしますけれども、また、クラスターでイベントを開催したり、まあ、私も他のイベントにも参加したりする。で、モーリーさんもご自分で開催されている別の会もいろいろやってらっしゃるので、まあ、私からもお二人に友達のリクエスト、フレンド申請も送らせていただきました。なので今日をきっかけに仲良くしていただけると嬉しいです。改めて今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、はい、モーリーさん、MGO さん、そして、星井さん、また、お会いしましょう。今日はありがとうございました。あと、最後にお知らせだけいいですかね。一個言い忘れてた。あ、どうぞ。はい、ですね。実はですね、ちょっと僕ね、メタバースのイベント今日3回やってるんですけど、これ2回目で夜3回目なんですけど、次がですね、はい、VTuber 部の勉強会、田中さんがゲストで登壇いただいたVTuber 部のところで、今日はですね、藤田さんっていう、声優の代表です。声優事務所の代表を呼んでまして、そこでボイトレをちょっとやろうと思ってるんで、もし声に興味があれば、ぜひですね、まあ、声はね、どこでもやっぱり仕事で絡んでくるんで、まあ、声優の事務所の代表のボイトレとかなかなかね、聞ける機会ないと思うんで、ぜひもしよろしければ、今日の、夜の20時から、ボイトレの VTuber 部のゲストとして、声優事務所の代表を呼んでますんで、もしよろしければ、お越しいただければ面白いかなと思ってるんで、参加いただければと思ってます。まあ、日程が合えばでいいですけど。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、では、モーリーさん、はい、ホッシーさん、ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは失礼いたします。はい、失礼いたします。